はい、時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君広と争わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、この番組は日曜日の憂鬱な気分を希望に変えていく番組となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス、宛先は 797@fmginowan.com。797@fmginowan.com までお願いします。そして YouTube でも同時に配信をしております。FM ギノワン日曜日の憂鬱を検索していただくと、ご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。はい、ということで。というわけで。ですね、はい。はい、8月も、そうですね、はい。半ばに差し掛かりましたね。そうですね。15日ですね。ね、早いですね、はい。2週間。早いですね。あっという間に。という間に、お正月ボケしてるうちに2週間が過ぎてますね。そうですね。うさぎ年ですね。うさぎ年ですね。うさぎ年始まりました。はい。ね、そうですね。うんうんうん。そうですね。ちょっとでも、そうですよね。先週からね、沖縄の方にゲストに来てもらうっていうのを、はい、やっておりまして、はい、今年は日曜日の憂鬱は、沖縄の方にね、注目してやっていきたいって思ってるところですね。そうですね。沖縄しか呼ばないっていう。沖縄の方しか呼ばない。はいはい。ですね。今日もなので、スペシャルなゲストをお呼びしてますので、はい、はい。後ほどご紹介させていただきます。はい、そうですね。はい。はい。で、これはですね、ちょっとコメントとかメッセージ来てますので、はい、久しぶりにちょっとメッセージをお便り、ご紹介したいと思います。はい、お願いします。東京都練馬区在住の浅草の辛坊さんから、サッカー、ベースボールの話題に続いてやっと来たラグビーの話題、今年はワールドカップ、サッカーもいいけど、ラグビーももっといいよっていうことです。ありがとうございます。1月1日の放送のやつですね。そうです。何があるかっていうので。はい。はい。ね、かなりスポーツのね、イベントも多いっていうお話だし。そうですね。はい。ね、今年は、うんうんうん。ラグビーもあって。ラグビーもあるし、はい。サッカーもね、女子があります、ね。女子がサッカー、そうですね、ワールドカップがあって。ね、あと、ベースボールもね。ベースボールもあります。クラシックがありますよね。うん、はい。盛りだくさんです。そうですね。まあ、そろそろもう本当コロナも明けてきそうな感じなんでしょうかね。まあ、まだ。ね、そうですよね。はい、うんうんうん。そうですよね。でも皆さんね、もうお出かけできますよね。うん。もう外国人がでもすごい増えてきてはいるので。うんうんうん。はい。いい流れではないでしょうかね。はい。はい。はい。じゃあ、ですね。じゃあ、ちょっとここで一曲お聞きしていただきたいんですけれども、今日のゲストさんからのリクエストですね。イラヨイツキヨハマ、大島康勝さんです。はい、ではですね、本日も沖縄の方からですね、ゲストをお呼びしてますので、ご紹介したいと思います。本日のゲストは、ヨガインストラクターの北野純さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。まず、北野純さんは、今、沖縄にいるんですけど、はい。3年前まで東京にいたということで。そうですね。3年、はい、今年で丸4年になるんですけど、はい。はい、2019年に、移住しました、春に。もともとご出身はどちらなんですか？もともとは福岡。おお、はいはい。ね、はい。そこから、はいはいはい、福岡で、東京に来て
沖縄行ったみたいな感じなんですかね、なあの流れは。そうですね、細かく言うと広島に2年行って、そこから関東にいて、はいはい、まあ千葉とか東京とか関東付近、まあ、はいはいはい、引っ越したりとかもして、はい、で東京から沖縄に。なるほどですね。はい、まず最初に、はい、ヨガインストラクターというのはもう何年ぐらいされてる感じなんですかね。ヨガインストラクター何年ぐらいやってんだろうな。10、14、5年だと思います。そうなんですね。はい、なんか始められたきっかけとか。始めたきっかけは、まず、その先生になる前に、広島に住んでた頃ですね、24で結婚して、はい、広島に移ったんですけど、その広島で、ヨガクラスがあったんですね、近くの公民館みたいなところで。はいはい、そこで初めてヨガっていうものを体験して、それがすごい良かったんですね、私にとって。すごい気持ちいいなって感じで。で、広島から、関東の千葉に引っ越したんですけど、はいはいはい、ここでも近くのフィットネスジムみたいなところを探して、はい、でそこでヨガクラスっていうのがあったので、そこでもヨガクラスに通ったりして、まあなんか教えるっていう方にちょっと興味が湧いて、じゃあヨガの先生ってどうやってなれるのかなっていう感じでいろいろ調べたりして、うーん、からヨガの先生になったって感じです。ヨガもいろいろあるじゃないですか、その、ちょっと詳しくわからないですけど、はい、ヨガ、なんとかヨガ、なんとかヨガとか。ヨガみたいな形ですかね。うん、その広島から千葉の方に移ったときに、同じような、まあ、流派とかないかもしれないですけど、そういう感じのヨガをやって、で、その流れで同じようなインストラクターに目指したっていう感じなんですかね。あ、いえ、まずヨガがいろいろあるっていうこと自体も分かってなかったんですね。はいはい、そのフィットネスジムでいろんなヨガクラスがあって、はい、でいろんな先生が教えてて、でいろんな先生受けたんですよ、フィットネス、はい、で先生によってなんか全然違うなっていうのは思ったんですね。はいはい、すごく自分にフィットする先生もいれば、なんかちょっと分かりにくかったりとか難しかったりとか、そういう先生とかもいて、でじゃあヨガの先生になろうってなった時にこういろいろ調べたんですけど、ヨガの先生になるためにどうしたらいいのかっていうの、うん、そしたらその一応養成、ヨガの先生を養成育成する学校っていうのが、うん、まあ、民間ですけどいくつもあって、でそこに通ってヨガの勉強をして先生になるっていうのが、まあ、大体のオーソドックスな流れみたいなんですけど、それがまあ結構お値段するんですね、はいはいはい、でまあちょっと今だから言えますけど、いやお金そこまでかけなくてできないかなっていう。そしたら、当時ですね、2カ所ホットヨガのスタジオ、全然別の会社ですけど、2カ所ホットヨガのスタジオが、無料で研修をしてるってなったんですね。で、研修に受かったら、そこでも先生のデビューができる。ってなって、あ、でも無料で受けれるならいいやと思って、で、ホットヨガ自体が何かも分からずにそこにちょっと飛び込んだんですね。で、ホットヨガをそこで初めて体験したんですけど、はい、びっくりするぐらいきつくて、できないし、暑いし、はいはいはい、いや、これもヨガなのっていうのはちょっとびっくりしましたね。なんかでもそうですよね、ホットヨガって、なんで一時ヨガなのに部屋温めなきゃいけないのかなって個人的にも思ってたんですけど別にそれって多分もともとですけどヨガってインドで始まってるじゃないですか別にインド人がその一時部屋を温めてサウナ状態にしてヨガなんかやってるわけじゃないけど、それ誰が作ったんだろうっていうのがちょっと疑問に思って不思議だな
ねえ、まあ、もう本当今、普通のヨガスタジオより、ホットヨガのスタジオの方が多いって言われる、やそうっですぱり。ね。でもなんか冷静に考えて、ホットヨガって別にそのホットいらなくねっていう人もいる。単純なヨガをやりたい人は別にホットだったら別にヨガじゃなくても、なんか普通にサウナでなんか運動してれば何でもホットになるのかなそう。なるほど、ちょっと脱線しました。なぜ人はホットヨガに行くんだろうって、すごい、もう、そのホットヨガが結構流行り始めた時に、すごい思ってたんですよ。ヨガを温める必要があるのかなって、ね。普通になんかこう、ヨガやってたら温まるじゃんっていう単純な疑問で、別にこれディプルとかそういうんじゃなくてですけど。わかりますよ。しかも真夏に普通にサウナ状態で、真夏の冬の方でもホットヨガ行くわけじゃないですか。冬だったらわかるんですよ。そして、女性限定が多かったんですね。当時流行った。そうですね、今もそうだと思います。ああ、そうですね。で、なんで男はダメなんだろうとか、つい、はい、思ったりしましたけど。なんとなく理由はわかりますけど。でも、じゅんさん、そこからどうやってインストラクターそうですね。ありがとうございます。そこでインストラクターにはなったんですね。で、4年ぐらい多分教えてたんですよね。でも、私が当時、広島で出会ったヨガとはやっぱり全然違ってて、でもうそこで本当、恥ずかしながら初めて、そもそもヨガって何なんだろうなって、すごい疑問に思って、で、ホットヨガに来られるお客さんは、やっぱり汗をかくっていうことを一つの、まあ、目的として来られる方が多くて、なので、クラスが終わった後も、今日はたくさん汗をかいた、今日はあんまり汗をかかなかった、こういう感想がもうほとんどだったんですね。で、汗をかくかかないだけじゃない ような気がするけど、でもじゃあヨガって何なのかって言われると、私もやっぱり分かんないところがあって、そこで初めてもう一回ちょっとヨガを学んでみようと思って、また学校を探したんですね。で、そこでまあ出会った学校と、出会った先生がいて、で、その先生にまあ私は今もついて教えてもらってるんですけど、その先生が言ってたのが、ヨガは哲学だっていうふうに最初の授業のところで言ってて、もうそれにちょっと衝撃を受けたんですね。いや、私が教えてたのはヨガじゃなかったなっていうのが結構ショックで、ただ運動を教えてたなって。いうのが、まあ、衝撃でしたね。ちなみにその先生はやっぱりコットにはしないですよね。ああ、もちろん、もちろん。そうですね。そうですね、ヨガは明確にゴールがあって、そこに向かっていくものなので、ちょっと外れちゃうかなって感じですね。ホットが別に悪いわけじゃないし、そこでの心地よさもきっとあるから通ってる方はいると思うし、それは全然否定はしないんですけど、ヨガのゴールって何なんですか？ヨガのゴールはですね、ヨガってこうだっていうことを、まあ、ヨガスートラっていうヨガのまあ教科書というか、経典があるんですけど、そこの最初にヨガはこうだっていうふうに書いてあるのは、まあ、心ですね。心とか、まあ、思考とか、ちょっと適切な日本語がないんですけど、まあ、マインドって言ってるんですけど、いわゆるその心の動きっていうものをすごく穏やかに静かにしていくことなんですね。それがまずヨガだっていうふうに言ってるんですね。深いですね。そうですね。そこにホットは関係ないってことそうですね。あんまり関係はないかもしれないですね。そうですね。やっぱ枝葉ってすごいですよね。なんとかヨガ、なんとかヨガって、まあ、ホット以外もいろいろあるじゃないですか。なんかそうですね。なるほど。そのうち、ボクシングとヨガ一緒になるんじゃないかっていうような感じの運動の仕方とかもあったりとか、そこ一緒にしちゃうかみたいなとか、
そうですね。なので、まあ、今の多くのヨガが、いわゆるポーズを取ることっていうのが主流にですけど、それも間違いではないんですけど、それだけじゃないって感じですかね。それで、じゅんさんがこう、まあ、広島や関東の方でお仕事されていて、で、その後、こう、沖縄に移ったっていうのは、どういう経緯なんですか？東京にいたときに、一緒に、暮らしていたパートナーがいたんですけど、そのパートナーが、ちょっと病気になってしまって、で、まあ、がんなんですけど、そのがんになって、で、まあ、余命宣告もちょっとされてしまったので、じゃあ、この後、どうしていこうかってなったときに、まあ、彼が昔沖縄にですね、移住した買った夢があったみたいで、沖縄で沖縄に移ってみようかっていう感じで、なんかそんな流れでですね。実際こう移住されてどうですか？いや、すっごい良かったです。でもやっぱり東京じゃなくて沖縄の方がいいってことですいや、もう本当にそうですね。よかったですね。こっちに来て、すごい毎日思いますね。なんかそれは何かこう、なんか感じるものがあるんですか？それとも本当にもう目に見えて暮らしが明らかに東京よりは合ってるとかっていう感じなんです。東京っていうか、まあ東京だけじゃないかもしれないですけど。そうですね。私、なんか広島とか、まあ、千葉とか関東、いろんなところに住んでたんですけど、沖縄に移った時に初めて、ああ、なんかここずっといたいなって思う感覚が芽生えたんですね。で、まあ、沖縄にいても、東京にちょっとヨガの生徒さんがいるので、定期的に東京でクラスはしてるんですけど、沖縄に移住して、で、ちょっと落ち着いて一回東京でクラスをやりに行ったことがあるんですけど、その時に、なんかもうみんな歩いてるスピードが速かったんですよ。多分私もそうやって歩いてたんですよ。違和感感じたことなかったからですね。でもなんか初めてちょっと一回離れて東京に戻った時に、まずその歩くスピードの速さにびっくりしたのと、なんかもうビルが高いビルがいっぱいあって、なんかクラクラしたんですね、見上げてたら。あ、こんなにいっぱいあるってなって。で、なんか電車とか乗っても、なんかちょっともうぎゅうぎゅうだし、で、なんかちょっと私も歩くの遅くなってたからか、その朝の通勤ラッシュの時にこうもたもたしてたら、なんかもう肩とかぶつかってチーとか言われたりとかして、なんかちょっと殺伐としてるなって思って、でも東京住んだ時はもう本当にそんなことあんまり思ったことなかったですし、なんかここに住んでたんだなっていうのがすごい不思議な感じがしましたね。もうちょっと住めないなって感じですかね、朝のあれですよね、ラッシュ時の8時前とかの東京駅とかすごいです。もうなんかみんな機械みたいに動いてますよね、同じ方向に。や一ばい気にで狂すようわね。けで、狂った瞬間弾き飛ばされるみたいな感じ。恐ろしいですよね。そうですね。わかります、わかります。僕も別に通勤ラッシュとか今やるわけじゃないんですけど、たまに平日の朝とかに東京駅とか行ってたんですよ、観察しに。したら面白すぎて、人の流れって、で、乱した瞬間、ほんと、さっきの下打ちじゃないですけど、が、スイカとかで、バンっていうのを、チャージしてなくて、乱しての時の、あの時のもうみんなの冷ややかな感じとか、流れを止めた時の自分の不甲斐なさとか、いたたまれないですよね。そうですね。そうです。いや、もう本当すごいですね。東京駅と新宿駅とかも本当機械、もう本当同じ、みんな流れがもうちゃんと、なんか、できてるっていうか。
まあ、そういう目で見たら面白いんですけどね、東京って。確かに確かただ、に。自分がその流れに乗っちゃうと結構きつい、きつきい。ついですね。流れから外れた第三者の目線で見てるとめちゃ面白い。なんか、ありさんの行列みたいな感じですよね。確かに。もう沖縄ではもっと時間がゆったり流れてるんですかね。なんかゆったりしてるなーって感じがしますね。なんかその住んでる人たちも。それはでもやっぱりもともと福岡の出身で、福岡よりもやっぱり沖縄の方がいい、なんか沖縄はもっとちょっと違う感覚があります。違いますね。福岡は福岡で、まあ、地元だから落ち着くっていう感じはあるんですけどね。そうなんですね。沖縄いいですもんね。ねえ、沖縄いいですよね。行きたいです。福岡もいいですけどね。福岡は福岡でまた食べ物も美味しいですしね。ジュンさん、でも本当にこう、ヨガのインストラクターとかされてると、すごくもともと体を動かすことが好きだったっていうことですか？いや、もう今でも体を動かすことは嫌いですね。嫌いなんですか？嫌いなんですか今でもあんま好きじゃないですね。すごいですね。でも、ヨガに はい。は反応したけど、もともと運動がすごいできたとかっていうわけじゃなくてですか？じゃないですね。もともと小さい頃から喘息もあって体弱かったので、もう体動かすと発作が出たりっていうのがしょっちゅうあったので、なのそうなんで。ですね。なるほどね。ね、すごくね、運動神経良さそうに見えるんですけどね。見かけ同士なんですけどね。そうですか。まあ、私もね、体育の授業苦手だったので。同じです。なんでマラソン走んなきゃいけないんだろうみたいあ、そうそうそう。そうですね、僕もそうですね。なんか女性とか、あれですよね、水泳とか嫌ですかね、多分。水泳とかも、マラソンとかもそうですけど。嫌でしたね。でもそこからね、ヨガに出会って。そうですね。どうですか？まあ、ただ、ヨガは運動じゃなくて哲学ですからね。そうです、そうでそこす。が引っかかったんでしょうね。だから、さ多すが分、仲間さん。ホットはちょっと違ったんですね。あれは、ただ単に また、ほっと。そうですね。いや、ホットが悪いとかじゃなくてですね。ホットはサウナってイメージがあるんですよ、めちゃめちゃ。サウナ入ってるおじさんたちみたいなイメージがあって、サウナで汗かいてるのと、そこでちょっとヨガするのでも、まあ、やっぱ違うのかなっていう。いや、なんか、ホットヨガに衝撃を受けたのが、まあ、気温40度超えてる真夏の時に、普通になんか、知り合いの女性が、あ、今ホットヨガ行ってきたんだって言ってきた時に、ホットヨガもっと多分、でも同じぐらいですよね、多分気温。同もっと。じくらいですね、38度ぐらいはあると思います。ですよね。なんでこの外が40度行ってて、いちいちその38度とか、それこういう同じような気温のとこにヨガやりに行かなきゃいけないのかなって、ちょっと思ってます。いや、もう仲間さんだけじゃなく、多くの男性が思ってることかも。ああ、そうなんですね。でもなんか女性でも全然普通に、なんかヨガに行ってる感覚で行くじゃないですか、いや、ちょっとぎ、あの、不思議に思ってました。疑問とかね、不思議ですね。そんな暑いとこにいて同じ気温なのに同じ、なんかやるのかなっていうので。でもそれだけヨガが何かっていうのが浸透してないってことですよね。きっと私も含めて分かってそうなですかっね、たそうですし。ね。全然浸透してないと思います。だって別にそのホットヨガのスタジオに行かなくても別に外で汗かけんじゃんと思って、なんか 冬だったらわかるんですけどね。もう本ほら、ホットヨガの話で終わっちゃいますよ。本当ですね。いやいや。いや、ぜひ、潤さん、今日以降とかですね、何かこう、お教室の案内とか、ヨガのイベントとかあったら、ぜひぜひ教えてほしいんですけありど。がとうございます。いつも
沖縄の、沖縄で定期的にクラスを開催していて、沖縄の南城市玉城百名という地域で、毎月第4木曜の10時半から、ヨガクラスを、ホットじゃないヨガクラスを ホットじゃないヨガクラス。やってます。はい。次回は1月26日の10時半からですね。はい。初めての人のインヨガというクラスを、考えています。いいですね。私もね、淳先生の引用がね、よく 受けさせていただきました。そうですよね。好きです、好きです。あ、でも、冷静に考えると、沖縄ってあったかいんで、ホットヨガは流行らないですもう沖縄でやる時点でホットになりますよね、なんか。別に。もうはい、すでにホットなのでね。中先生、その引用が申し込みたい場合ってどうやって申し込めば大丈夫ですか？はい、私の、なんでしょう、これ、アドレスとかって出るんですか？これ。なんか、LINE。何かこう、これで検索したら大丈夫ですとか教えていただけると、ラジオ聞いてる方がわかるかな。そうですね。そういうことですね。はい、ありがとうございます。はい。北野純ヨガで検索すると出てくると思うんですけど、北野は東西南北の北に野原の野で、純は、糸辺の純粋の純で、スペース開けてヨガとか検索すると、多分私の SNS ですね、Facebook とか、はい、インスタとか出てくるので、そこにいつもスケジュールとかは載せてるので、はい、そこに連絡いただけたら大丈夫です。わかりました。じゃあぜひリスナーの皆さん検索していただいて、FM 宜野湾聞きましたと ご連絡していただけると嬉しいです。はい。じゃあちょっと、何ですか？時間。何が起きるか。ホットヨガ、ホットヨガ。そうですね、あんまりホットヨガって言い過ぎると、ちょっとホットヨガやってる人にちょっと怒られるんで、まあ、この機会に。はい、じゃあこの番組は、毎週日曜夜8時から放送しておりますので、来週もお聞きいただけると嬉しいです。今日はヨガインストラクターの北野純さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。それでは皆さん、おやすみなさはい。い。はい。